こんばんは、四代目ケンケンです。日本には童謡から演歌、ポップス、ニューミュージックまで幅広い音楽があります。今回は GPT さんに日本の歌の中でジャンルを問わず代表的な曲を10曲教えてと聞いてみました。さて、どんな曲を教えてくれるのでしょうか。それでは GPT さん、よろしくお願いします。はい、GPT です。それでは日本の歌の中で代表的な曲を10曲お伝えします。1、糸中島みゆき。日本の代表的なシンガーソングライターによる曲で、様々なアーティストによってカバーされています。2、上を向いて歩こう坂本九。世界的なヒット曲で、1960年代に日本のポップカルチャーを代表する曲として知られています。海外ではすき焼きとして発表されています。3、夜のストレンジャーサザンオールスターズ。日本を代表するロックバンドによる曲で、幅広い世代に愛されています。ちょっと待ってください。 GPT さん、この曲はフランク・シナトラの曲ですよ。申し訳ありません、私の回答に誤りがありました。フランク・シナトラの代表曲の一つであるストレンジャーズ・イン・ザ・ナイトと混同してしまいました。訂正してくださりありがとうございます。ちょっと微妙なお詫びの仕方ですが、まあいいでしょう。続いてお願いします。4、すき焼き、上を向いて歩こう。キューン、藤恵子。1960年代に世界的なヒット曲となった日本の歌謡曲です。おやおや、すき焼きは坂本九の歌です。キューン、藤恵子って誰ですか。大変失礼いたしました。ご指摘ありがとうございます。すき焼きは坂本九さんの歌であり、キューン、藤恵子さんとは関係ありませんでした。藤恵子さんは日本の歌手でしたが、彼女とすき焼きとの関係はありませんでした。改めて誤った回答をしてしまい申し訳ありませんでした。 GPT さん、本当によろしくお願いしますね。5、世界に一つだけの花、スマップ。1990年代から2000年代にかけて、日本のポップカルチャーを代表するグループであるスマップによって歌われた曲です。6、上を向いて歩こう。旧坂本。1960年代に世界的なヒット曲となった日本のポップソングです。GPT さんは坂本九さんが好きなのかもしれないですね。私は人工知能であり、好みを持つことはできません。ただ私の訓練には多数の文書や書籍、音楽などが含まれており、坂本九さんの歌を含む日本の音楽についても学習しています。したがって坂本九さんの歌について詳しい知識を持っていると言えます。しかし私自身に好みはありません。なかなか強気な発言ありがとうございました。だな、渚のアバンチュール、ザ・ピーナッツ。1960年代に日本のポップカルチャーを代表する姉妹デュオによって歌われた曲です。渚のアバンチュールはカンタス村田とサンママシーンズの曲です。申し訳ありません、私の回答に誤りがありました。渚のアバンチュールはカンタス村田さんとサンママシーンズの曲でした。私の誤りを指摘していただきありがとうございます。このジャンルは GTP さんは苦手そうですね。8、津波。サザンオールスターズ。日本のロックバンドサザンオールスターズによる曲で、2011年の東日本大震災後に多くの人に支持されました。9、レモン米津玄師。2018年に発表された日本のシンガーソングライターである米津玄師による曲です。10、3、星野源。2015年に発表された日本のシンガーソングライターである星野源による曲で、現代の
日本のポップカルチャーを代表する曲として知られています。ありがとうございました。今回はかなり苦手だったようですね。他にも歌について聞いてみましたが、やはりミスはありました。山口百恵のシングル曲で代表的な曲を10曲教えて。山口百恵は1970年代に日本の歌壇を席巻した歌手の一人で、数多くのヒット曲を生み出しました。彼女のシングル曲で代表的な曲を10曲挙げると以下のようになります。1プレイバックパート2、2時の流れに身を任せ、3目覚めの季節、4コスモス、5振り向かないで、6ロックンロールウィドウ、7愛の嵐、8チェリーブラッサム、9渚のバルコニー、10星空のディスタンス。思わず笑ってしまいました。2は美空ひばり、3はゆゆすっく、5はハニーナイツ、ザ・ピーナッツ、ウインク、8、9は松田聖子、10はジ・アルフィーと、6曲も違っていました。指摘して訂正してあげましたが、理解はできなかったようです。以下に正しい山口百恵の代表曲10曲を挙げさせていただきます。1あなた、219の春、3愛のデモクラシー、4ひと夏の経験、5時間よ止まれ、6春夏秋冬、7恋人よ帰れ、8恋に落ちてフォールインラグ、9涙がこぼれそう、10コスモス。4と10の2曲とさらにハズレが増えてしまいました。ダメだこりゃ。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。